こんにちは。こんにちは。CRS 千葉店、ようちゃんこと太田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、千葉店にかなり状態のいい車両入ってきたんで、ちょっと皆様にご紹介したいと思いまして、この動画撮らせていただきました。なので、ちょっとこの車両詳しくご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この車両ですね。はい、ベースがですね、なんと50周年アニバーサリーリミテッドっていう、まあ、50周年の特別記念車ですね。で、詳しいところ5型で、2800cc のディーゼルで2から5人乗りの標準ボディですねとなっております。はい、で、色の方がホワイトパールクリスタルシャインという形でちょっと詳しいところをご説明させていただきます。まずフロントからですね。まあ至ってシンプルですね。はい、LED ヘッドランプですね。はい、まあ、かなりピッカピカですね。はい、はい、でですね、ちょっと50周年アニバーサリーの、この特別仕様ということで、なんとグリルが2色。はい、まあ下の方がですね、ダークメッキとなっております。で、上がまあ標準のメッキですね。はい、2色変わってます。めちゃめちゃなんかいいですね。これ特別感出てますよ。そうですね、はい、50周年そうです、限定ですよ、ね、限定ですこれ。はい、はい、で、次行くと、なんとまあこれ CRS の動画でもちょっと出させていただいてるんですけど、はい、シルバーの、はい、フォグカバーですね。はい、はい、まあこれは50周年、まあ標準でついてますんで、はい、はい、変更したわけではないです。はい、これ標準装備です。はい、で次がですね、まあ、SX のフロントリップスポイラーバージョン4、はい、もついてます。はい、はい、フロントだけで、至ってシンプルなんですけど、まあ、標準とあまり変わってないんですけど、まあ、こういうところで差をつけてるというか、まあ、違いがあるというところですね。はい、50周年アニバーサリーのいいところです。50周年しかついてないパーツ。そうです、ついてないパーツです。はい、じゃあ次ホイールいっちゃいましょう。はい、はい、ホイールご紹介させていただきます。 SX の EC17 インチ、ブラックリムフランジポリッシュ。はい、ありがとうございます。じゃあ次が、タイヤですね、東洋 H20、はいはい、の、215-6017 です。はい、215-6017、まあ、東洋 H20 さん、めっちゃいいです、このタイヤ。はい、はい、かなりいいタイヤです。そうですね、あの、はい、履かせていただくことの多い、そうです、はい、はい、で、ナットの色も、まあ、黒で統一してますね。はい、であとセンターキャップも黒で SX の文字入ってます。はい、はい、ナットもついてます。いいですよね、このパールの車体に対して黒のホイール。はい、なんかすごい締まって見えますよね。そうですね、はい、はい、次が、サイドバイザー、はい、これトヨタ純正です。はい、のサイドバーザーついてます。はい、じゃあ次後ろ行きましょう。はい、後ろなんとちょっと変わってます。まず一番目に入るリアウィングですね。これそうです、リアウィングついてます。しかも2色塗り分け塗装されてます。ツヤあり黒と、車体と合わせて、パールの塗装ですね、2色分かれてます。はい、はい、これが SX の、リアウィングバージョン2です。はい、はい、じゃあ次、はい、いいところ行きましたね。これまあいろんな角度によって色が変わってくるっていう、うちの CRS ホログラムステッカーです。はい、はい、なんとついちゃってます。はい、特別ですこれですよ、ね、はい、なので50周年と合わせて、はい、特別使用者っていうのを込めてつけました。はい、はい、というところで、まあこれですね、これが、まあ、50周年アニバーサリーにしかついてないエンブレムですね。はい、はい、まあ、この車両特別だよということが、ね、はい、見えますね。まあリアもリアはシンプルではなく、まあ、あえて一工夫カスタムされてます、ね、カスタムしてます。はい、まあ、ここで一番差つけてるんじゃないかなと思います。ステッカーです、ね、はい、ステッカーです。はい、じゃあ次、そうですね、はい、内装いきましょう。はい、はい、
内装かなり綺麗です。はい、でちょっと天井映してください。はい、ちょっと暗いから見えづらいかもしれないんですけど、ダークプライム2と一緒です。天井真っ黒です。真っ黒ですね。はい、ピラーも黒です。はい、なので、まあ、天井とかピラーとかは本当にダークプライム2と変わらず、はいはい、真っ黒ですね。はい、でちょっと一つ見てほしいところがあって、それがシートですね。パースラついてます。パースラついてて、でこのシート、はい、これ50周年アニバーサリーだけにしかついてないシートです。ちょっと色が違うの分かります？ちょっと茶色っぽい、はい、はい、茶色っぽい、まあ、シートになってて、まあこれが50周年にしかついてないです。限定カラーのシート、限定カラーのシートです。はい、はい、いいですよねこれ。でなんであえてちょっとシートカバーつけないようにしてます。はい、はい、でステアリングと、シフトノブ、ナビパネル周り、はい、も、その色に似た感じの、まあ、木目調のねかっこいいインテリア類がついてます。インパネルですね。はい、はい、で、プッシュスタートもついてます。スマートキーです。はい、はい、で、パースラの、はい、運転席からもパースラ操作できます。はい、はい、まあ、かなり内装豪華です。そうですね、はい、はい、シートが、まあ、これ標準と違うだけでかなりかっこよく見えますね。そうですね。でなおかつダークプライム2仕様ということで、まあ、内装も、内装はあまり触ってないです。ただし、はい、もうこれだけで十分かなと思います。そうですね、はい、でまあナビと、ETC とかついてないんですけど、まあそこは、ETC だったら 2.0 だったりとか、まあいろいろこだわりがあると思うのであえてつけてないです。はい、はい、ということで、はい、かなりおすすめですこの車両は。はい、綺麗ですよ。外装もかなり、ちょっと軽く映してもらえば分かるんですけど、めちゃピカピカです。そうですね、はい、綺麗ですね。綺麗です。はい、結構あれですよね、はい、50周年の車両を探してますって方も、はい、中にいらっしゃいますよね。はい、いらっしゃいます。まあ、この先ほどご説明したシートとか、はい、まあ、これは50周年にしかついてないんで、まあ、そういうのも含めて50周年探してる方とか結構いらっしゃいますんで、そうですね、はい、はい、まあ、かなりいい車両です。あとは映ってないですけど、はい、鍵にも50周年の、あ、そうです、ちょっとそれをご紹介しようと思って、はい、仕込んでおきました。はい、なんと鍵にも50周年アニバーサリー仕様、そうですね、入っちゃってます、はい、なのでこれでも、まあ、普段ねこういうポケットとかにつけてる方とか、はい、まあ、それでもかなりおしゃれです。そうですね、はい、普通の鍵とはまたちょっと、そうです、普通のスマートキーとはまた違うところですね。はい、で、まあこんな特別仕様車、気になるところの車両本体価格ですよね。はい、まあ、この特別車両で、まあ、かなりカスタムパーツも多い車両、はい、車両本体価格329万円です。はい、はい、なんと50周年アニバーサリーでこれだけついて、まあ、距離もそこまで、まあ、ディーゼルですし、かなり低走行ではないかなと思います。その車両で329万円、はい、これはお買い得です。問い合わせも、かなりもうすでに来ている車両なので、はい、で、詳しいところを見たい方はグーネットカーセンサー、はい、に記載されていますんで、ぜひご確認していただければなと思います。はい、はい、まあ、自分もかなりいい状態のいい車両をご紹介できて満足です。はい、はい、じゃあすいません、この車両、ぜひお問い合わせお待ちしておりますんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。